フィーリックス島はイギリスのサフォーク州にある海辺の町であり、フェリックス島をとも記述する。2011年の国勢調査では人口23,689人。同名のフェリックス島港は英国最大のコンテナ港である。フィーリックス島の元の集落はパブと教会を中心と発展しノルマン人のイングランド征服のずっと以前から存在した。古来、その名前は ブリタンニアやアングロサクソン人、ノルマン人から中世の防衛を語るとき、ウォルトンであった。例えば、ドゥームズデイブックの記載はウォルトンだけで、フィーリックス等には触れていない。その当時、崖の上に数軒ほどの家が散らばるのみだった。ウォルトンは、オーェル下半の集落として、近代の人口は907人。 それよりも小さなフィーリックス島教区は502人泊まりである。ローマ人が3世紀に置いたウォルトン城の存在が示す通り集落としてフィーリックス島より優勢で13世紀に教会が周辺に広がるとウォルトンはフィーリックス島の地区と認識され地名もそう呼ばれるようになる。コルナイス半島先端に位置するフィーリックス島は古代のコルナイス100の一つ。 1919年8月11日、フィーリックスとオフィーリー号はケープタウンまで8000ミノ飛行に備えて、テスト飛行の離陸直後、沖合500ヤードの海面に滑るように墜落し、無選手のマクラウド中尉は死亡、乗客6人を救助し残骸は岸に栄光された。20世紀へと移る頃から、観光客が増え始めると1905年に3橋を建設、その一部分は、 現在もアミューズメント施設として使われている。ビクトリア長高期に、フィーリックス島駅と桟橋の開設、ドイツ皇帝一家の訪問をチャンスにして、人気のリゾート地として1930年代後半まで栄える。フィーリックス島は、両世界大戦で重要な役割を果たし、まず、イギリス海軍航空隊と RAF 水上、飛行機基地が置かれ、第二次大戦時は、 HMSB5 基地と解消して、沿岸軍備にあたる MTB、MGB、ML の要衝であり、ドイツ軍の E ボートと沿岸護送船団に備えた初の攻撃作戦は、この基地から、ハウズ中尉、ディケンズ、ヒッチェンス、トレローニー率いる、召喚隊が出撃している。またハーウィッチ港の対水対空防衛の本部として、イギリス空軍第26海兵隊が駐屯。 1944年のノルマンディー作戦の初日と2日目、イギリス軍とアメリカ軍の上陸用終艇、ホースエルはドック近くの不当に接岸、戦闘員や戦車、軍用車両を積み込んだ。1945年、ドイツ海軍司令官は占領地オランダから E ボートで前日のドックに着くとイギリス海軍に投降、船舶と海図を引き渡した。 フィーリックス島都心部の南西部はほぼ軍用施設で占められていた。ドックからランドガードポイントを経てマナーロードにかけ、イギリス三軍の名残を示すランドガード要塞、銃座や沿平号の遺構が今も残る。戦艦機、水上飛行機の基地にイギリス陸軍実験施設があり水上飛行機と飛行艇の試験を行った。建物も不当も MTB 基地に遺憾。 戦後は放出してコンテナ港に首都を変更。ランドガード要塞はイングリッシュヘリテッジが管理し一般人の見学を受け入れる。管理運営はランドガード要塞トラストが住宅。フィーリックス等の物語を伝える博物館。参考図書室があり、歴史的地図や写真のアーカイブを収蔵。展示室14室にローマ時代の発掘資料のほかマーテロー等、 二つの世界大戦から21世紀に渡る軍と一般市民の歴史を伝える。管理者はフィーリックス島歴史博物館協会で、所在地はランドガード半島にある古い潜水艦機雷施設の建物。フィーリックス島ーふとフィーリックス島駅主なバス事業者はイプスイッチブスとファーストノルファックサフォーク。ノーフォークサフォーク社が運行するのは X7。 75、77及び76番。イップスウィッチバスは173、174番。フィーリックストー駅は、イップスウィッチ方面と結ぶフィーリックストー支線の終点。路線自体はこの駅の手前で分岐して、フィーリックストー港に向かう。夏の間、ハリッチワンフェリー車は、フィーリックストーのビューポイントから運行し、ハペニーピア、ハリッチ、ショットリーポイントに寄港。 バウジーフェリー車は、フィーリックス島乗船場を発着、デベン川の両岸を結ぶ。ナショナルエクスプレスのロンドン行き高速バス481は、途中で、イップスウィッチ、コルチェスター、ウィザム、チェルムズフォード、ブレントウッドなどに停車する。平日は、毎日7時20分発、18時帰着。週末は7時55分に出発して18時に帰着。 ランドガード要塞は入館時間が決まった古代の遺構で近くに自然保護区がある。町の反対側にあるフィーリックスとフェリーゴルフクラブはイギリス最古のゴルフ場。1889年に総支配人についたアーサー・バルフォアは1894年にアール・セント・アンドリュース総支配人に転じ、1902年から1905年に渡りイギリス首相を務める。 フィーリックス島の桟橋を挟み、南側は最近、砂を投入して回収した砂浜が、北側は岩磯が広がる。海岸沿いに南西の自然保護区から東のコボルドポイントまで一部区間にビクトリア町の遊歩道が続き、またその海岸のほぼ全長に伝統的なビーチ小屋が並ぶ。南端にある建物はゲームセンターでスヌーカー台と食事どころを提供。 桟橋にはゲームセンターとカフェがあり、その先にある市営のレジャーセンターは水泳プール付きで、現在業者に管理を委託。コボールズポイントの名前の由来でもあるフェリックス・コボルドは1885年、ゲンクランマーハウスと二帯の護岸工事を行った。名物種通りが海岸線と交わる地点である。設計はトーマス・コットマン、エリザベス町の邸宅は指定建造物。 グレード2として、選出理由に、この、サフォークの醸造家の冬ぶりを反映した、同時代の素晴らしい家と説明してあるものの、同家は醸造業ではなく、銀行と保険により、利潤を得た。ランドガード要塞の眺めフィーリックス島のクリフトップ、フィーリックストーは、観光客を魅了し、フィーリックストーふや、シーフロントガーデンなどの伝統的な海辺のサービスを、提供している。 フォーラムアミューズメントセンター、オーシャンブルバード、マニングズアミューズメントもある。訪問者は、ランドガードフォート、ランドガード自然保護区、フィーリックス島フェリー、フィーリックス島博物館も見ることができる。訪問者に対応するために、多くのホテルやゲストハウス、自炊施設、キャンプ、キャラバンサイトがある。フィーリックス島港、フィーリックス島は、英国最大のコンテナ港である。 湾内の主航路は海底を浚渫。海月順面を下回る水深47プラス12フィートを確保。岸壁付近は最大49フィートと世界の最新世代の超パナマックス船の喫水に対応できる。1プラス12マイル連続岸壁があります1プラス12マイル25機の船から陸へのガントリークレーンを装備。A14 経由でミッドランドへ。 A12 道路経由で、ロンドンへの道路リンクがある。イップスウィッチへの単線鉄道は、最近、より大きなコンテナを使用できるようにアップグレードされ、多くのコンテナが鉄道で輸送されるようになった。この港は、ハチソンポートホールディングス社が所有しており、ケンブリッジのトリニティカレッジが所有する半島に、追加の土地がある。港には独自の警察当局があり、現在は、 港の地元の地域を管轄している。港湾警察と並んで、彼らは自身の共同救急車と消防隊を持っている。港の救急車の一つである、アルファ1と呼ばれる救急車も、フィーリックス島での緊急事態に対応するために出動することができる。オーウェルロードの合同改革協会教区協会は、イギリス国教会系で、セイアンドリュー協会、セイドマンド協会、 宣令者、ヨハネ教会聖母、マリア教会、聖ピーター聖ポール教会と、聖アンドリュー聖ニコラスとセントフィリップが含まれる。フィーリックス島には、バプテスト、無料、メソジスト、ローマカトリック、ロシア聖教会、合同改革教会がある。ジムペース MP、2011年グレンハワートン、2013年出身者、または、フィーリックス島に関連する人々は次の通り。 イギリス沿岸沖の初の海賊ラジオ局は、フィーリックス島沖に停泊した船を本拠にした。ラジオキャロラインは、メガボルトキャロライン号から放送した。1964年のイースターには、領海の三イル外に停泊し、北海の戦場から発信するイギリス初のラジオ局であり、BBC 河川を打ち破ろうと活動した。放送開始第一周の聴取者は、 約700万人に上り、あなたの終日音楽ステーションをスローガンに掲げる。当初の放送時間は6時から6時、年中無休であった。送信機の出力と体域は199メートル10、キロワット1.520キロヘルツ。船は、万島沖に移動した1964年7月に、ラジオキャロライン北に解消。ラジオキャロライン南は、 ラジオアトランタの201メガボルトミアミーゴが、東州市中ハ点テン178キロヘルツ50、キロワットとして199の後259メートルで、放送、またミアミーゴは、エセックス州クラクトン温容器にとどまった。海賊ラジオの展示を2015年から喫茶室に、設けたフィーリックス島博物館は、2019年に1960年代をテーマに展示を行い、 その一環として、ラジオの展示も館内に移し、規模も拡張されている。フィーリックス等は架空のマチバーンストーの手本として、学者で著名な作家、モンタギュー・アール・ジェームズが設定したという。書質は、ゴーストストーリーズ・オブ・エイ・アンチ・ケリー掲載の短編、O、ホイッスル・アイルカム・ツー・ユー・マイ・ラットと、ザ・トラック・テイト・ミドスの2編である。短期滞在した詩人のジョン・ベチャミンは、 通称、フィーリックスと、または、彼女の最後の命令と題名の死を創作、提携する姉妹都市は次の通り、ありがとうございます。